第9回北京東京フォーラムが今日で終わったんですが、まあ、この非常に困難な時に、しかも非常にその神経質な時に、こういうかなり大きな対話を北京でやったと、しかも安全保障から本気の議論をできたということ、そして私たちが非常に今回苦心したその合意ですね、北京コンセンサスということをまとめることができたと、ということで今回の北京東京フォーラムはかなり大きなその僕たちはメッセージを出したと本人思っているんですが、今日終わってですね、どのように皆さんお考えかということからちょっとお話をしたいんですが。そうですね、緊張した場面もいくつかあったし、こういう文書が本当にまとまるかどうかも最後まで見極めがつかなかったし、我々も楽観と悲観の両局面があったわけですけども、とにかく、今回の対話は真剣そのものであったし、尖閣と歴史の問題で両国関係が本当にギスギスしている中でね、対話の内容は非常に豊かだったし、しかも率直にお互いの意見をぶつけ合ったし、私は文書が短い文書がまとまらなくとも結構それなりの実りのある、日中の対話だったと思ってます。しかし、最後の数時間で、工藤さん宮本さんの、努力もあって、この文書がともかくも採択されたというのは、当事者の読み寄りの結果でもあったけども、やはり何かこう中間の地点を求めて、両国の本当に長期的な利益を考え、客観的な事実に基づくと、やっぱりどっかで共通の場があるはずだということで両方が歩み合ったと思うんですよね。特に工藤さんの民間外交というものに対するこだわりの強さが我々にも伝わったし、中国側にも伝わったということがあったと思うし、それぞれの政府がいろいろ一生懸命やってみたけども、壁に突き当たっているところで、とにかく、民間の地位に、借りてみたらどうですかという、新しい思考が出てきたというので、ともかくもうそれを試してみようという気に政府関係者もなったんじゃないかという気がします。しかしそれだけにやっぱり民間のその対話が本当に効力を示すかどうかが問われているわけで、その意味では我々に対するチャレンジも突きつけられているということだと思います。双方の冷静な長期的な見通しに基づいた理性が問われているということになったので、これに対して、両政府がどういうふうに、反応してくるのか見どころだと思いますね。この会合に至るまでのこう状況を考えますとね、要するにその日本と中国の交流対話というのが次々に切れていったんですね、ですから文化の交流とか地方の交流というところまで切れて、ましてやその大きなレベルでの対話のチャンネルも次から次になくなっていくと、日本と中国の間の接触が皆無に近くなると、そういうような状況下の中で開催された今回の東京北京フォーラムであったというふうに思います。中国側の友人たちもね、本当にこれが開けるかどうか、彼らも非常に心配して、もしこれが開けなかったら、この北京東京フォーラムは今回でもう終わってね、
それをその復活させることは難しかったであろうというようなことも言っている。そういう中で中国社会の中においてこの対話のチャネルの意義というものが再度認められて、そして初日はあれ600人を超えてましたか。そうですね、満員でしたね。満員のそういうこれもう大ブームのは中国の方ですよね、うん、そういう方々が参加する形で開かれたこと自体もう大変画期的な素晴らしいことだったというふうに思います。これはもう皆さんもご存知のようにこの東京北京フォーラムというのは日本においても中国においてもやはりお互いの国の関係をしっかりと進めないとそれぞれの国にとって良くない、地域にとって良くない、世界にとって良くないとこういうこの強い信念を持った人たちが逆風が吹く中でこう続けてきたと、そういう組織ですからね。それに今回北京でもう満員になる人たちに参加していただいた、すなわちそういう気持ちを持った人がそれだけたくさんいてたと、うん、いうこと自体大変元気づけられましたね、うん、そして今明石さんがおっしゃったこの北京コンセンサスの発表ですから、もう私どもの想定からするとはるかに、想定以上の積極的ないい成果を得ることができたということではないでしょうか。はい、一時期コンセンサスは無理かなと本当に思いました。それまではもう何が何でもこれを作らないともうダメだとばっかり思ってたんですが、もうここまでかなと思って、それから逆転劇があって、それからもう明石さんも宮本さんも深夜まで、まあ、明け方まで付き合っていただいて、武藤さんも、武藤さんいました、武藤さんがもうとにかくやっていただいたんですが、今回示された北京コンセンサスの意味っていうのはどういうことだったんでしょうか。まあ一種の逆転の発想でしょうかね。宮本さんが言ったようにこういろいろなオプションが効いていって、政府レベルのその、相互作用対話の可能性がますます狭まってもうゼロになろうとしている瞬間に、しかしこの民間の対話という、民間というよりも有識者の対話ですよね、そういうものがを試してみようじゃないかというのは藁をもつかむ気持ちというか、そういうものもあったかもしれません。しかし我々としてもまたですね、こう政府間の話し合いを開始することが急務だということは、これは非常に常識的な判断で、どういうふうにこの話し合いを具体化するかということになると、これはまた頭を抱えるような難しさもあるかと思います。しかしとにかく何らかの形でお互いの意思疎通というものをやることが不可欠ではないかというそのメッセージがこの中に、含まれていると思うんですけどね、この中で我々はこの問題についての新しい知恵を求めて、引き続き対話や相互理解を深めるための共同研究を行っていくということで、我々の新しい知恵というものがじゃあ何であるか、どこら辺にあるか、という意味では政府だけではなくて、この、東京北京、フォーラムに集まった一人一人が、どういう知恵を出せばいいのかということを考えなくてはいけないと思うんですよね。で、私は政治対話に、顔を出したわけですけども、日本から来たお二方の政治家も非常に率直に
胸を打つ話をしてくれて、あの一人は相沢先生で、自分は靖国神社にお参りしてるんだと、でどうしてそうなのかという気持ちを正直に語ってくれたんですけど、おそらくそのことから中国人の聴衆の中からそういう合祀の問題に関係のない人たちの合祀の問題さえ片付けばですね、普通の人のそういう靖国神社に参詣するという気持ちは中国人も認めるべきではないかという声が出ましたよね。だからそこに何らか の歩み寄りが生まれてきたと思いますね。宮本さんどうでしょう。今回第9回東京北京フォーラムというのは平和移行条約締結35周年を記念して、その意義をもう一回現代的な意義を見直そうということを大きなテーマとしてされてね、中国の中で平和移行条約を語る人がだんだん少なくなって、で中国が周辺諸国等にとっている行動はまさに平和移行条約の精神に反するというように感じられるものが多くなった中で、また一時期中国の人が何か知りませんが平和移行条約にあまり言及しなかったと、それがあった中でね、この討議を通じてついに平和移行条約が 100% 復権したと、平和移行条約の中に書いてあることが正しいと、そういうふうにやらなきゃいけないという、少なくともこの会議を通じてそれはもう 120% 肯定されたと、でも大変大きな意味を持っていると思いますね。それがこのコンセンサスの中の物事を平和的にちゃんと話し合いで平和的に解決するんだと、だから不戦の誓いですね、こういうところにつながっているというふうに思いますんでね、やはり今回の東京コンセンサスは民間の外交、これをどうするか、どういう考え方で私たちは民間の外交をやるのかというのをはっきり書き込んだということと、平和移行条約35周年にちなんで、そしてその平和的な話し合い、紛争の平和的解決、そして覇権を唱えないと、そういったところを明確に確認できたということで、私積極的な意義を持つコンセンサスになったと思っています、はい、冷静になってみると、この神経質なこの展開の北京でですね、しかもオープンな形でメディアテレビカメラがずっと入ってる中で尖閣問題を含めた安全保障の対応が行われ、それからメディアを含めた歴史認識も、歴史認識もこれ考えられることなのかなと、つまりそういう議論ができるんだと、少なくとも北京でこの時に行われたということの事実ということは非常にすごいことなんだなと思いました。で一方ではその両国はどんな理由があろうとも、どんな対立や課題においてもその解決を軍事的な手段に求めるべきではないと、両国は戦争に道を開くどんな行動も選んではいけないという、でこれはその両国民の、日本の人も含めて当たり前のですね言葉だと思うんですが、しかし当たり前の言葉が日本の社会でも中国の社会でも全然出てない、なんとかこう閉塞感の中でそのなかなかこう議論が出ない状況の中で、民間の中からこういう言葉が出てきたとっていうことの意味はそのすごく大きいような気がしてるんですね。でそれらを踏まえて、私はやっぱりどうしても聞きたいのは、その民間が何ができるんだと、本来こういう外交っていうのは政府がやはり一義的にやるべきだし、それを私たちもそういうふうに期待してますよね。ただ一方で何かそれがうまくいかない、うまくいかないっていうのはなかなかできない、その両国のいろんな思惑があるんだと思いますが、しかし国民から見ればではこの状況どうすればいいんだと、
という状況にまあ来てたと思うんです。その中でこう民間という動きが非常にこう一つの問題提起になっていると、この民間の対話というか外交というんですか、この局面だからこれをどういうふうに考えていけばいいんだろうかということをちょっと次にお聞きしたいんですが、あの民間外交そのものに対する大きなチャレンジになると思います。一方ではあのこの文書は、外交というのはやっぱり政府間の交渉のことであって、うん、交渉によるまた産物ですね、うん、だけども民間ができることはそのための環境を作ることだと言ってるわけで、そういう意味では民間外交というのをややこう横に置いてるわけですけども、政府間外交があの行き詰まったような状態には民間がもっと主体性を持ってですね、もっと冷静にもっと長期的な利害と、またそれは共通の利害でもあるわけですけど、その近地からあのそういうギャップを埋める大きな、役割があるということも言ってるわけで、そういう意味では民間のそういう人たちがね、本当の意味での知恵というものをあの一致な形で、発揮しないとダメなわけで、これは大変なことだと思います。とにかく、そういう民間の理性が今や問われているということだと思います。宮本さんどうですか。宮本さんカットはまさに政府外交そうですね、になってきました、ね、政府外交をやらせてもらってね、私も40年以上やりましたけれども、一番初期とそれから終わりの頃と何が一番違うかというと国民世論の力ですよね。ですから国民世論の動向が外交を大きく縛るようになっていると、したがって国民世論がより良い方向に進まないと外交も進みにくいという関係が、まあ、そのさっき言ったところでね、だってまあ民間外交なり国民が主体的に外交を考えることの必要性っていうのも格段に増しているというふうに思うんですよね。そういう中で今回その一番大事だったことは、そのいや中国の人たちとも話してもね、今のままでどこが悪いんだ、明日戦争が起こるわけでもない、経済もお互いに大幅に困ってるわけでもない、そうすると今のままで別にいいじゃないかと、何を無理して今は変えなきゃいけないんだというような意見もそこそこあるわけですね。しかし本当に今赤瀬さんも言われた対極的に物事を考えていったときに、それじゃ今のままじゃなくて今のままをさらに悪化したらどれくらいマイナスになるのか、良くなったらどれくらいプラスになるのかということを考えていけば、今この状況がマイナスだということが分かるんですね。でどうしてこのプラスかと分かるかというと、それは対極的な観点、長期的な広い視野に立って考えて、私たちが得ることができる利益と今の状況を比べて今の状況がマイナスだと、だからより良い状況にするために変えなきゃいかん、まあ、いわゆる対極的な見方を国民のレベルでするということの必要性、だからこういう場でこれまさにこれ対極観に対極に基づいたコンセンサスになってるわけですよね。もうここにもうこの環境を安定的に発展させることは二国間関係ではなくてアジアや世界の平和利益不可欠であると、まあ、対極観そのものですよ。そういうことからすると今両国はいい関係を続けていかなきゃいけないんだというふうに考えてもらえる、そういうふうに考える世論が強くなればなるほど外交もそういう外交をやれるようになる。そうするとそれは結局今の局面を打開することがいいことだと、打開しなければいけないというところに結びついていくということなんでですね、私はあの民間外交まさにこの言論 NP そのものがそういうその市民社会を強くしなきゃいけないということで日頃から活動しておられることなんですが、今回のこの民間外交というのも間違いなくその延長線上にあるというふうに感じます。今あの私たちはあのそのこの民間外交のあり方をなんかあのうまい言葉がなくてですね、
たまたま田中紀彦さんとちょっと話をした時に新しい言葉を作るべきだと言われたので、あの安直じゃなくてちょっと考えた上でですね、言論外交という名前をつけようと思ったわけです、うん、でこの意味はですね、政府外交がまさに今宮本さんおっしゃったように、何かをした主権を争う時ナショナリズムを刺激してしまって、非常にこうある意味で軽いんですが、こう一部ステレオタイプ的なその非常に多くがそのなんていうんですかね、あのふわっとしたっていうか情緒的な空気を作ってしまうと、ただその空気があまりにも強すぎるために政府外交が止まってしまうと、動けなくなってしまうと。ただそれがまさに政府外交を追い詰めている理由なんですが、しかしその政府外交の追い詰められた状況を改善するのもやはり世論の力だと思ったんですね。ただその世論というのは今度はそういう浮ついた情緒的な世論ではなくて、まさにしっかりとした課題解決を意識した世論、まさにその当事者意識を持ってこれをどう考えればいいかというふうな議論が強まっていくことによって政府外交の環境を作るとということを考えたときに、責任ある意見ということで言論ということの外交だと私たちは一応考えました。でその上でその言論外交は独り善がりになってはいけないわけで、やっぱり多くの人たちに支えられなきゃいけない。で多くの支えるというのは何でもこう過激でこう分かりやすいから支えるんじゃなくて、きちっとしたある意味での問題提起になったり、しっかりとした論考であったり、そういう形の環境とか空間を作ることが、あのまさに日本の外交力を強くするまさに大きな課題だと思ってましたし、それが言論教そのものの、 あの生まれた時からのミッションそのものだなと気づいたんですね。それで今回も北京東京フォーラムは日本を譲れないと、この民間外交はそれは言論教の役を否定することだと思ったんですが、こういうやっぱり言論外交っていうか世論をもっときちっとした世論を本に支えられた社会、そしてその下での外交という形を、まあ、ある意味でその非常にあの距離感が遠いような、ね、話に聞こえるかもしれないんですが、ただそれを目指さないと何も変わらないという形で今回あの提起したんですが、これについて最後にお聞きいただきたいと思います。今回の議論でね、あのいろいろな人があのこうとしたあの数字が2つあるんですけど、一つの数字はですね、あの日中両国において、世論調査の、対象になった人たちの 90% がね、お互いの国に対して、大変、悪い印象を持っているという数字が一つですね。もう一つの数字はあの最初の数字よりももっと大事なんですけども、とは言いながらあの両国において約 70% の人が両国関係を非常に大事だと思っているということですよね。でこの 70% という数字の重さについてね、いろんな人が言及してました。だからあのまあ同じくあのナショナリズムの危険、特に排他的ナショナリズムはあの抵抗しなくてはいけないということについてもあの両国の発言者がほとんど同じあの数であのそのことに触れておったわけですから、それはあの、まあ、世論の表れであると同時に、世論プラス知恵との結果でもある世論という形であの政府にこうスタンスのそれぞれのスタンスの再考を求めるに至ったということだと思うんですね。だからいい意味での世論ですね、これはまあ世論と言ってもいいでしょうと、あの政府と の, あの非常にプラスになるようなインタラクションがこれから始まるとすれば、それはあの画期的なことと言えるでしょうね。その可能性はあると思いますね。で今、まあ、
日中両国が置かれた局面が非常に深刻であるがゆえにそういう状況が生まれてきたんだと思うんですけども、その意味を我々としても関係者としてもかみしめる必要があるんだと思います。しかしお互いに相手に対するステレオタイプの批判からね脱却してきているという新しさがあり、私はそういう意味ではこのことが画期的だと思います。しかしこれをこの新しい機会オープニングをいかに賢く我々が活用できるか、これを一生懸命、考え語り合う必要があるし、それをいかなる形で国境を越えて行うか、それは全くの未知数ですね。いや本当にそれこれからちょっとすみませんインタビューという本当に考えないと、まさに非常に大きな未知数のところに入ってきたような気がちょっと僕もしてます、はい、ちょっとこれ困ったなっていうか言われてたよね宮本さんすみませんどうでしょう。いやいや言論外交っていうのはうまく名付けられたなと思いますよ、うん、やっぱり言論っていうのが民主主義の根幹ですからね、そこで言論を戦わせてそして世論を作っていくと、これまさに民主主義の王道ですからね、それで言論外交とお付けになったのは非常にまさにこの言論 NPO のやってる動きのバックボーン的なものを表して非常に私もいいと思いますね。そういう観点からするとね、言論は を戦わせてそして世論を形成していくというところにこの東京北京フォーラムというのは見事にはまるんですね。これはもう日中の参加者日本の参加者の中でも同じ意見というわけじゃありませんけれども、そういう人たちが自分の何故に自分はそう考えるのかと自分はそう思うのかということをうんちくを深めて傾けながら説明をしていくと、そしてインタラクションがあって議論をしていく、それを多くの方々がご覧になっていて、今回現場会場からもいろいろ参加ご質問をしていただいたりご意見をいただいたりいたしましたね。そういうことでそれこそまさに言論を作り上げていくミニ宇宙というかミニ空間というかそういうものは今度の東京北京フォーラムの場にあったと思いますよ。とりわけ今回多くの方が初めて率直にリスポンスのいいかなりその同じ土俵に乗っかったそういう議論ができたということで今回のはちょっと従来よりさらに良かったなという声を私も聞きました。ただ同時にですね、私は依然として日本と中あらゆる議論を聞いててですね、日本側も中国側もまだまだその相手に対する理解が不十分である、そしてその不十分な理解で勝手にステレオタイプの相手を作り上げてて、それで延々とですね、例えば日本批判をなさるという状況に出くわすんですね。ですからこう参加している方々のも含めてですね、日本と中国との間の相互理解の溝の深さというのをしみじみと感じたと、これもまた言論の力でですね、どうにかしてそこをこの穴を溝を埋めて等身大の相手に基づく建設的な議論をもともとやれるようになればいいというふうに思いますが、今おっしゃった我々の試みを外部に広げていくと一つのテストケースとして東京北京フォーラムは使えるのかなというふうに思います。私は今の話でこの北京コンセンサスがもしまとまらなかったら、確かに日本の中で言論 のアプローチというかチャレンジはできるんですが、対象が違う中国との中で その議論とか言論という空間をどう作っていけばいいかということで多分途方に暮れたような気がするんですね、うん、だから昨日の深夜にこれはダメだなと思った時やっぱり無理かと
地図と思いました。思いましたよね。だけどそれからこれが作られたって急展開したということで、何かね、まあ、いろんなまだまだいろんな問題があるんだけど、国境を越えてもこの言論の空間なり、新しいこう外交な外交っていうんですかね、こういう対話のあり方っていうことができるんじゃないかっていう気はかすかに感じて、かすかって思ったんですけど、私はね、言論外交っていう言葉にはちょっとね、引っかかるんですけどね、はい、言論、こう論議を交わすということよりも、うん、もっと地味なね、うん、それこそ対話に基づく理性的な、うん、議論、そういう意味ではまあそういう両国民の理性が問われてる、うん、国際関係ができつつあるわけで、なんて表現したらいいでしょうね、二つの国というよりは二つの思考体系、二つの文化の間の対話ですよね、うん、それだけに宮本さんがおっしゃるように、その場合もうステレオタイプ化っていうのは避けられない、ものだとも思うし、それをいかにして突き破っていくかという、もう大変な作業があそこに待っていることになるわけですね。だから我々としてもね、大変なお荷物を、うん、背負ったことに、なんだと思いますね。うん、最後になりますか。どうでしょう。いや、お荷物は拾ったんですが、誰か拾わなきゃいけないということで、我々がそういう役割を引き受け、まあ仲間でそういうふうに考えて引き受けていこうということで、まあ中国側ももう来年はどうするかということぐらい。やっぱり今回は彼らも成功したというふうに思っていると思うんで、うん、まあ、我々その日本の国民の方々とさらにその民間外交なり言論外交なり、あるいは何ですか、対話外交というあまりに平凡ですね。そうですか。対話は平凡なように聞こえますけど、本当は非凡なものかもしれません。いずれにしてもそういうことをみんなでこう議論をしながらですね、深めていくとともに具体的な行動、実践の中でやっていく。だからまあ明石先輩の知恵を忖度すれば、名前はつけるのはちょっと一方でみんなでこう考えながら同時に現場で実行して仮の名前にして、そうですね、しかしそれを何か意味を持つ、そうそう、で実際やっていく中でこうもっとそれに、うん、実際に我々がこう作り上げていくものの中で、うん、もっとしたピタッとした言葉があればそれを当てはめていくと、うん、ということでしょうかね、うん、はい、じゃあそのスタートを切ったと、非常に重いスタートになりましたが、本当にお疲れ様っていうか、まだこれから本気でやりますので、また力を貸していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。